声でかいもんでね大迫さんがそっと来てマイクのボリュームを下げるっていう前使ってた人よりねちょっと絞られちゃって私は、だいぶ絞るわかりましたスーズはそのままわかりましたありがとうございますさあというわけで寿パンチはもっと絞る人によってねマイクのこのボリュームの調節をしながらやっております、ね、ありますからねさあ始まりました、はい、月曜オリジンアワーお相手は鈴川サーキとサーキとすずですよろしくお願いします7月19日月曜日夕方6時を回りました皆様いかがお過ごしでございますでしょう か沖縄はピーカンの晴れでございますが、ねまあ、この後もねちょっとニュースの方読まさせていただきますけども、はい、台風が近づいているということで、ね、風が強い風も強いしけどなんか雨降る様子はないけど ねまあ今からなんでしょう皆さんはねおのおの台風対策をしながら、うん、安全に過ごせるように、はいはい、対策していただきたいと思いますので、はいはい、でその前に、まあ、1時間ほどねこのラジオ番組楽しんでいただけたらなと思います、うんはい、この番組はツイキャスでも、放送しておりますツイートキャスティングで FM 那覇もしくは鈴川サーキットと検索していただきますと今見れているこの、放送がですね、はい、画像付きで見れますコメントもできますのでぜひコメントもしながら遊んでくださいお願いします今週もよろしくお願いしますはい、タピオカ様こんばんは。ありがとうございます。さあ、というわけで、はい、今週はいよいよライブでございますが、うん、はいや、皆さんはチケットのご予約はもうしましたか？ね、コロナ対策もバッチリの上行います。うん、で、やっぱ人数制限もありますので、はい、ちょっとチケットもねいつもより早くはけちゃうかなっていう感じなので、そうですね、ぜひ早めに私に DM でもすぐに DM でもいいのでね。はいオリジンコーポレーションの SNS 見ながらぜひチェックいただきたいと思います。で、お願いします。早い時間からなんだよ。あ、今月のライブがちょっと早くなったんですよね。だったかな。なんでだったかな。なんでだったかな。ライブのこと全然把握してない。4時ぐらい。いつもは、うん、なんだろう。7時から行けないよっていう人、うん、もうなんか早い時間だったら行けるよっていう人だもいると思うので、うん、これを機会にですね、はい、わかりました。いただけたらなと。4時半会場ですね。5時からスタートします。ありがとうございます。皆さん、ベルボールリーダーさんもありがとうございます。5時スタートだったかなって、そう皆さんの方が早く把握してるからね。だからよ。スーズと薬膳ハニー、そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、ナマステ、ストップザシーズンインザおじさんです。ライブ開始も沖縄タイムどうなんだろうでも人の入りの具合見て開始時間ずれたりするからねああそうだね基本的に5時スタートではあるけど大体、うん、どうなんだろうあまりにもだったらちょっと遅れるのかな、ね、どうなんですかねまあでもねまたなんかね会場が何時までしか空いてないとかあるからねああそうそうそう飲食店みたいな感じで8時閉店みたいな感じがあるからぴったりには始めたいなっていう感じで、ね、多分始まるんじゃないかな、うんうんうんあ、そう配信でもうやってますんでライブ会場遊びに来れないなっていう方はぜひ配信チケットも購入できますので、はい、お家でね YouTube で楽しんでいただけたらと思います、はい、私たちも今月ネタしますんで、うん、なんかもうコロナっぽいネタしかできないな、うん、だからね今月もちょっとコロナっぽいネタやるんですけどいやでもね今しかできないからねでもねすずテンブスはもう超久しぶりよあそっかえなん年ぶりとかになる結局復帰した時も配信でその次の月も配信であそっかずっと配信だったから3年ぶりの会場になるじゃんかもね34年ぶりぐらいうわー緊張しそうそうなんか事務所でやってたから配信をだからなんかなんていうのこの歩く距離とかも調整しやすかったけどテンブス舞台が大きいからそう、ね、ちょっと早歩きでなんか出たりとか出ないとそうなのよねこの計算がまた変わってくんない舞台が広いか広くないかでそうなんです意外と考えてるんですよこんなのもね正面歩きながら正面でこのセリフを言いたいって時はちょっと調節したりとかねそうなんですよ、ね、だからちょっとサーキーが歩くのが早かったら、うん、なんかスズもちょっと早めないとちょっとずれるみたいなのあるからね久しぶりの感覚ですねスズ客入り半分だから大丈夫よ緊張しなさそういや多分ね少ない方が緊張しそう。そうだね。うん。少ないと一人一人のお顔が見れるから。そうそう。リアクションとかもね分かっちゃうからね。なんかみんなとめっちゃ目合いそう。舞台でスーズーさんの華麗なステップが見れるのですね。そうですね。やっと会場で、ね、今のところはマジで超久しぶりだわ。できますんで、うん、このままねコロナ落ち着いてね毎月会場でできるみたいなことになったらいいんだけどね。うん、ね。ちょっと今のところは。そうね、あでもスーたちももうワクチンの届いたから7月、あ明日から受付開始かな。なるほど。7月20日ぐらいからなんか受付できるって書いてた気がする。あそうなんだ、うん、でも予約殺到するんだろうね。だからね何にしてもね、だから一応なんか集団でとかあるけど、うんうん、なんか病院で、うん、なんか個人的にみたいなやつやろうかなと思って。集団じゃなくて、へあそんなのもあるんだ。なんか選べるらしいよ。へえ、うん、皆さんもね届いた方、うん、届いてない方はいらっしゃるかと思うんですけど、うん、まあ正しい選択をしながらね、そうですね、健康的にしていきましょうよ、うん、はい、というわけで今週ライブっていうのとあと今週ですね私たち A ランチも出ますんで、おそうだったぜひチェックよろしくお願いします。めっちゃ楽しかったよ。ロケ行ってできたんすよ。もうめっちゃ楽しかったね。もう最高だった。もう告知してるからもう言っていいよね。いい。韓国のお店を巡ってきたんですよ。もうねもうね最高だった。本当に今こういうご時世だから、うん、旅行行きたいけど行けないじゃないですか。そうなの。そんな方にぴったりの、うん、もう韓国旅行行ってるような気分になる沖縄にあるお店を、うん、いくつか私たちがロケ行ってきて紹介してますんで。本当にね、スーズーちゃんが韓国大好きだから、うん、テンションがずっと高かったですね。高かった本当に。あたいもそうですけど。その日朝もめっちゃ早かったじゃん。うんとね何時入りで7時半入りか。7時半入りでスーズーは7時半に曲入りか。そうだから4時に起きたのよ。4時に起きて本当は9時ぐらいに寝たかったんだけど、うん、もう全然寝れんくて結局12時とか1時ぐらいに寝て。やばいよ。もうアドレナリンがもうすごかった。バリンバリンで。バリンバリンよもう。マジかさっき11時には寝たな。あいいな。11時に寝てちゃんと6時ぐらいに起きたな。えら。いやもう本当にでもなんかいい、うん、沖縄でこんなに韓国感味われると思えんくて。そう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 。何箇所もあったっけ？1、2、3、4じゃない？4軒韓国っぽいお店4軒回ってきたんですけど、しかももう店員さんも韓国人だからちゃんと日本語超上手だし、まあ、ジャンルで言ったら、うん、1軒目のお店が韓国のお洋服を着せてくれるところ、うん、2軒目がご飯韓国の料理食べて、3軒目が韓国コスメ、うん、で4軒目が、なんだあ韓国の商品が買えるお店。そうだね。なんかラーメンとか日用品かな。韓国の人が、うん、もう日常的に使ってる食べ物とか、ちゃんと仕入れてね。そうそう食材とかちゃんと仕入れて。そう。4軒目のこの韓国の日用品が買える方のオーナーさんも韓国人。ね。だからもう爆買いしたよね最後ね。めっちゃ買った。ロケとか関係なくめっちゃ買った最後。そうもうねちょっとネタバレになるから詳しくは言えないけど、そうだねもう見てほしいね。見てほしいめちゃくちゃ、行った気分になれるロケいいね。ランチみたいとかね本当にもう楽しかった。行った感じになったもんでさ、うん、コスメ行ったさ、うん、私コスメ屋さん行って、うん、商品買いたかったけど、うんうん、ロケ時間が結構パツパツで、うん、次のところ行かないといけなかったから買い物できなかったさ、うんうん後日行ってきました。お、チャタン？チャタンの。おお。買ったよ。本当になんかサーキーはねなんていうの、うん、色白いけどちょっと黄色みっぽい感じだからオレンジが絶対似合うと思ったらねもうバッチリ似合ってて。スーズーもその、うん、コスメ売ってくれる店員さんもオレンジ系がいいんじゃないですかね。もう絶対うん。オレンジ系買いました。あ本当？あ今日やってるでしょ？やってる。あやってる。なんか今日だからいつもと違う感じした。いつも黒っぽいメイクなんですよ私。髪の色に合わせてね。はいはいはい。だけどなんかそのロケ行った時に、うん、おすすめされたやつ。使ってみたらね、なんかいい感じ。上等でしょ。とっても上等。発色が良すぎる。そう本当にさ、あれもう1人1個は持っててほしいもん。もうすぐ2、3個目買おうかなしてるもん。パレットがあんのよ。アイメイクのね。そう。綺麗な色の。いいよ。昨日行っってきたわけ、北谷のこの韓国のメイクショップ屋さんにさ、でロケ行った場所がおろくなんだけど、おろく店とも本当に作り一緒、そうまんま一緒で、ああ一緒だと思って置いてる商品ももちろん一緒だし、でも一番欲しかったさ、ロケの時にも紹介したファンデーション、あれがバッチリ売り切れてた。バッチリ売り切れてた。あれマジだわけ。すごかったよね。もうこれも放送見て、放送見たらわかるんだけど、言いたいんだけどまだ言えないから、放送されてないから、もうめちゃくちゃいいファンデーションがあるのよ。あれマジで。韓国コスメで。本当に。これ1個あったら1時間かけてるメイクの時間だいぶカットされるなっていう時短メイクにはもってこいのコスメがあったんで、それが欲しくて行ったんだけど、1個もない。はーっしゃ。いつ入荷されるかもわからん。マジ？そう。だからもうファンデーションは一旦諦めて、パレットとおすすめされたパレットと買ってから帰ろうかなと思ったんだけど、もうね見れば見るほど全部欲しくなるわけ。そう。お店の中。そうなの。みんな可愛いし。ね、なんかもうパケ買いしそうになる可愛さだよね。わかるわかる。見た目が可愛いからね。そうそう。しかもなんかもうお店みたいにいっぱい集めて並べたい。ああ、わかる。あれはなんかインテリアとしてもいいから。そうそうそう、可愛いのよ。だから結局。いくら分買ったから8000円分買って、結構がっつり。パックとかも買った？アイメイクのパレットと、あとなんだくすみなくすやつ、化粧水みたいなやつとか、基礎化粧品を買った。はいはいはい。韓国マジで上等だからね。だから本当にそら韓国人顔ツルツルだわって思いながら。だからよ、だからもう女性の皆さん、女性だけではない、もう男性にも言ってる。男性も本当化粧する時代だから。そうそうそう。だし、スキンケアとかさちゃんとしてたら、すっぴんでもマジで可愛くなれたりかっこよくなれたりするから。私が言うのもあれだけど説得力ないんだけど、言い訳だからさ。いやでもさっき本当肌は綺麗だもん。肌は言うなわってなるのよ。でも本当にさ、もう中高生の時からさ、日焼け止め塗ってって言いたいもん、すず。ああ、お前塗らんかったな。そう、すず20歳ぐらいから本格的にもうがっつり化粧するようになって、めっちゃシミいっぱいあるのよ。ああ、隠してるけど。ただでさえさ飲む作業多かったのに、日焼け止め全然ベタベタするかなんかしてなかったんだ。そう、もう化粧水とかとりあえず顔に何かを塗るっていうのが嫌すぎてやってなかったわけ。化粧水もクリームも日焼け止めも。でもそれで今のこの綺麗さはすごいと思うけどね。いやもう化粧品がね上等なのよ。ああ、なるほど。そうだからマジでシミ取りたいもん。あ、レーザーとか今あるけどね。そうそうそう。なるべくねお金かけないでなんとかできるんだったらなんとかしたいからさ。だからこの放送を見てくれたら多分みんなね行くと思う。マジでご飯もマジ美味しかったよね。超うまかった。しかもサーキーがなんかもう本当にすごかったもうサーキーが本当になんかすごかった。これも放送でされるかわかんないんだけど、とりあえず韓国料理麺類の韓国料理注文して、私がおすすめのやつ食べて、やっぱ韓国料理って辛いんだね。美味しかったのよ。だけど正直ちょっと辛みがもうちょっとあっても美味しいはずなと思って。いやすごいよ本当に。韓国のね方、もういい感じのおばちゃんよに、もっと辛くすることってできますかって聞いたら、あ、できるよみたいな。そんな時はこの韓国の一味ちょっとかけてから食べなさいみたいな。真っ赤っかの粉。真っ赤っかの粉。もう日本の一味よりちょっと粒がでかめの。もう見たことないやつだった。そうそうそう。なんだこの粒がでかい一味やみたいなやつもらってこないね。ちょっとだけ入れてから食べてみなさいみたいな。いきなりバッて入れたら絶対辛いからみたいな。わかりましたってちょっとずつ足したんだけど。まあうまいね。もうしかもなんか足すだけどうまいのよ。足すときにサーキーが手で取って入れようとしたから手で取ろうとしてダメみたいな、ダメダメって言って、あ、何みたいになったら、手で触ったらもう目触ったら大変なことになるよって言って、痛いよこれちょっと怒られるっていう。 そんなにやばいやつなんだと思って、こんな危険なやつなんだと思って。そうでも一応半分ぐらい入れちゃった。いやもう結構ね、ほんと7割8割ぐらい入れてたよね。入れた。すずは結構辛くない方。辛くない韓国料理もやっぱあって、辛くない方食べてたけど、でもねちょっとやっぱ辛かったかな。ほーって感じだったでもあっちはねテイクアウトもできるって言ってたから、しかも20年ぐらいの店舗って言ってたよね。あ、そうなの ?20 年ぐらいやってるって言ってたよ、おばちゃんが、うん、すごい。ゴーパチ沿いのお名前がちょっと忘れちゃったな、なんてお名前だったか分からない。えね、プルンナムね。あ、プルナム、プルンナム、プルンナムかっていうお店、有名店らしいですよ。私たち中部だからあれだけどね、松山交差点の近くかな。そう、ゴーパチのね。ね、美味しかったよ。お客さんもなんかね、撮影前はいっぱいいてね。いっぱいいた、びっくりした。そう、やっぱ常連さんっぽかったよね。そうだね。毎回来てるみたいな感じのテンションだったから。なんか最後のさ、韓国のさ食材とか売ってるお店で爆買いしたさ、その時さっき青唐辛子も買ってたわけ。ああ、買ってたね、生のやつ。それさ、なんか後から調べて分かったんだけど、普通炒めたりとかなんか煮浸しにしたりして食べるものらしいんだけど、知らんくてそのままバリバリ食ってたわけ、生で。でも一応辛いものが好きな人は生でも食べるらしいんだけど、美味しかったよ。めっちゃうまいなこれと思って、あのお店で買ってコチュジャンつけながら食べてたんだけど、うまかったんだけど、やっぱ体がびっくりしたんだろうね。次の日お尻ビリビリ、お尻ビリビリだった。お尻痛かった、お尻痛かった、超お尻痛かった。ああ、体びっくりしてんだなって。ついていってなかったんだ。そう、味覚と体質が合ってなかったというか。うまかった。そんなビリビリになるほど辛いの食べたことないから、本当になるんだ。びっくりした。言うもんね、お尻の穴痛くなるってね。本当に痛くなる。あれかじったらヒリヒリするよね。ヒリヒリする、ヒリヒリする。でもう一回食べたいな。もう全部食べちゃったわけさ。早っ。8本、大きいの8本ぐらい入ってたんだけど、全部食べちゃったから。すごい、まさかの生で食べたんだ。で本当に。ししとうみたいな感じ。あ、そうなんだ。ああ、もう無理、もう思い出しただけでもう恐怖。辛いししとうだったことあるもんね。本当に死ぬと思ったもん、あの時。本当に。そうだね、常に当たりのししとう食べてる感じ。あれ売ってないのかな、普通のスーパーとか。探してるんだけどないんだよ。ああね、意外と見たことないかもね。なんて名前だったかな。だからね、なんかカタカナだったよね。黄色だったからなんだったかな。しかもさっきね、お酒も買ってたよね。スーズもね買ったんだけどね、私チャミスルっていう韓国発祥のお酒が大好きで、有名よね、焼酎ね。韓国ドラマとかでボトルでこんなって役者さんがね、これが好きでよく飲んでるんだけど、休みの前の日とか。スーパーね、沖縄のスーパーさ、味が4種類しかないわけ。なんだったかな、ストロベリーと、グレープフルーツと、マスカットと、あと1個忘れたけど、スモモか、この4種類しかないんだけど、このロケの時に行った韓国のお店8種類ぐらい味あってね、いっぱいあったね。マジと思って、すずもあんなにいっぱいあるんだと思って、全部買ったろうと思って、この中に入れて、マッコヤも入れて。ああ、買ってたね。カゴの半分以上酒と、あと韓国の袋ラーメン。めちゃくちゃ体に悪いもんばっかりで、店員さんに辛いの好きなんですねって、おまけで辛い、もっと辛い袋ラーメンあげましょうってって飲んだ。あ、まだあるけど。美味しかった。うまかったけど、甘いかなっていう感じ。そうなんだ。めちゃくちゃ以上甘かった。美味しかったけどね。へえ、韓国合うわと思って。韓国いい。酒もうめえし。早く行きたいな、旅行。だからな。マジで本当に行きたい、韓国。ちょっとワクチンが行き渡ってないっていうのもあって、今すぐに旅行に行くっていうのは難しいけども、まあいつかはね行けるでしょ。ね。みんなね、コロナ明けたらどこ行きたいですか。私今一番韓国行きたい。本当によ。あと韓国の人が優しすぎる。だからさ。だから。この店員さんとか韓国の方だったんだけど、みんなさ、なんだろう、気遣い上手っていうのね。なんか椅子去って出してくれたりとか、これも食べなさい、あれも食べなさいとか、まあ沖縄の人っぽいところもあって、なんかおもてなし上手だったね。そう、あとなんかめっちゃおまけくれん。だからね、韓国なんかね、もうそういう文化なんだよね。1個買ったら1個ついてくるみたいな。そう、同じ商品がね、すごいよね。だからすずカラコンもいつも韓国で買ってるんだけど、カラコンもこの1個両目セットがあるじゃん。1個買ったらもう1個もらえるわけ。お前目4個あるって思われてる。いや違うから、お前じゃ色も選べるんだよ。すごくない？あ、2個目の色選べるの。違う色でもいいってこと？違う色でもいい。すごいよね。やいいな。もう最高。だから化粧品もさ、うん、昨日買ったって言ったじゃん、うん、1個買うと1個ついてくるタイプの化粧品買ったりとか、なんかあと何だったおまけ、うん、何千円以上だったらこれあげるよみたいなキャンペーンもやってたわけさ、それ狙いでなんかちょっと多めに買っちゃったりとか。なるほどね。もらったのがさ、もうあんまり曲は好きだけど、うん、この人たちは別に普通だなっていう BTS の紙袋だったわけさ、ノベルティーなんか申し訳ないけど あんまり興味ないっていうか、そんな詳しくないからあまあまあでももらえるもんはもらっといてね。そうそうそう、うん、でついでになんでか分からんけど、うん、パックもらった。なんで分からんけどパックとかなんか小さい化粧水とかあげるの得意だよ韓国なんでちょっと嫌そうに言うのありがたいだろ。得意なのよ。早くいろんなところに行きたい。行けるようになってほしいね。ねえマジで行きたい。だから結婚式あげたんですけど今年、うん、本来本当だったら結婚式あげたらすぐこの新婚旅行行こうかっていう話もしてたんだけど、あそっかまだか。そう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 なんかカナダ行くとかさ、旦那のお母さんの実家がカナダだから、うんうん、実家っていうかまあまあもともと住んでたのがカナダだったから、うん、なんかカナダも行きたいね行こうかみたいな話になってたけどもうね行けないさ、だからその日は嘘だけど泣きながらサーモン食べたり嘘だけど嘘だけど前振りに嘘だけどっていうことある来年とかね行けるようになったらいいな。だからさねもうさすがに3年続くのはしんどいなっていうしんどいね話ですよ。本当にどっか行くにもなんか気使うしね本当にね本当によ。いやでも楽しかったな。なんかお母さんみたいだったね。ああそうみんな店員さん本当に4つ目のお店ではキムチも作らせていただいたんですけど、まあその日本人の方にキムチ作り教えてもらったんだけど、うん、あれも食べなさいこれも持ってくださいねえ楽しかった面白かったね、うん、今週の土曜日放送なのでぜひ見てください、はい、よろしくお願いします。で一旦 CM 行きましょうか、はい、CM です。島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に島マース本舗株式会社青い海。はいたーい、チョコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今日もきっちりお勉強しましょう。さて今回はこれムール、意味は全部すべてという意味です。おば今日は早期作るんでしょ、手伝うよ、どうすればいいのと、じゃあ最初に大きい鍋に水入れて、はい、その早期入れてごらん、早期はどのくらい入れたらいいの、ムール入れたよ、次はじゃあかつおだし取って野菜も切りなさいね、この野菜だよね、やさムール、味付けは塩はどのくらい、ムル、なんだか不安になってきたんですけど早期は無事にできるんでしょうかね。でもおばあがいるから間違いないね。さあやっております月曜レジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキットすずです。よろしくお願いします、はい、ここでお知らせです、はい、台風第6号は、20日火曜日から22日木曜日にかけて沖縄本島地方に強い勢力で接近する恐れがあります。沖縄本島地方では20日未明から東北の風が強く吹き、20日朝から沿岸の海域では大しけとなる見込みです。高波に警戒し強風に十分注意してください。台風の予想なんですけども、はい、台風第6号は今後発達しながら沖縄近海を西に進み、20日火曜日から22日木曜日にかけて沖縄本島地方に強い勢力で接近する見込みです。沖縄中南部と本島北部では20日未明から北東の強い風が吹く見込みです。強風に十分注意してくださいということで、やっぱ風が強いみたいですので、はい、木曜日までそうねちょっと長く続くっぽいから、今のうちにベランダとか外に置いてある飛びそうなもの、ぜひ中に入れたりとか、あと木もねできればね、くくったりとかして、飛んじゃうとどうしてもさ、電線とかに当たっちゃうと停電することもあるので、ね、アファーじゃない、自分が飛ばしたものが停電したらなんかベランダのスリッパとか飛びがちよねあれ忘れるじゃん、忘れるからね、植木鉢も危ない、飛んだら危ないものとかね、あとなんか看板とか剥がれそうになっても打ちつけとくのもいいかもしれない。そうですね、そういうのもあるんでぜひよろしくお願いします。怖いだからさ、怖い怖いよ。メールいこうかな。お願いします。行きましょうか。はい。こちら。はい、さいつとめです。はい。さっきが先週上沼恵美子さんみたいな番組と言っていたら、上沼さんは料理をしてないから分かったら、1時間半番組でお品書きを書いて料理するテレビをしたいと言ってますが。お品書きを書いて料理するテレビをしたいって言ってたっけ、先言ってなかったような気がするそれでも家でやってるって言ってなかった。あ、家でやって、家では書いてるね。居酒屋ごっこでね、平野レミさんが年2回、正月ゴールデンウィークぐらいの祭日の朝に生番組でもう行ってますよって、どっかで見てないね。 YouTube でも企画でも何種類作るか、晩ご飯は作りだめする、1週間の献立とか小刻みにアップするとか、いろんなやり方があるよね。 YouTube もものすごい量の企画ができているから大変だと、まあ、料理するにもいろんな企画がありますけど、YouTube で料理系の企画やるんだと何やるかな。滝沢カレンさんもやってるよね。面白いんだよな、面白い。あれなんか独特なあれだよね、ゲストさんに何食べたいか聞いて作るみたいな、だったような気がする、テレビで。あ、そうなんだ。滝沢カレンさんのさ、ナレーションは好きでよく見てんだけど番組でね、なんか映像に対して用意された原稿を読むみたいな、で滝沢カレンさんのアドリブでこの料理の感想を言うみたいな、あるんだけども、それが独特で面白いんですよ。多分 YouTube とかで検索したら出てこないかな、ナレーション。本も出してるからね、料理本。そうなんだ。でも独特な書かれ方よここでグツグツと煮込まれた鍋に人参を叩き込みますとかかわいそうな目で見てくる人参をみたいな、そういう独特な表現であるけどなんかすごい食材の気持ちになって喋ってるよねいつもね優しい人なんでしょうね。面白いですよねあ、そうそう、つとむさんも書いてくれてますけど、YouTube 動画、今リクエストさんとやろうかって言ってて、動画取りためてる状態なんですけど、まあ8月ぐらいにできたらいいなって思っているので、その際ぜひ SNS で発表するんでチェックいただきたいのと、あとすでにTikTok は始まっております。始まってます。でね、毎日1本ずつ出すっていうことをやってんだけど、結構ねみんな見てくれるもんで嬉しい。スーズさん、皆さん聞いてくれてる皆さん分かるかと思うんですけど、ちょっとね漢字の方が苦手なんですよそんな苦手な、漢字苦手なスーズにこの漢字を書かせてみたみたいな TikTok が、何本かあるんだけど一番多いので8万ぐらい再生されているお前のアホが8万人に見られているっていうすごいね状況になってるからあ、いやみんな好きなんじゃんマジかみたいなテンションだと思うよこいつ。あさで今日も、リクエストさんと会っていくつか撮影していく予定なので、今日も夜ぐらいにアップするかな。最近は漢字シリーズも上げてんだけど、方言とか、そういうのも上げてるので、ね、全然顔出ししてなかったからね。そうだねもう文字だけ見せるだけ見せてこの SNS のね出し方をアドバイスしてくれる方がいらっしゃるんですけど、その方言ったらこんな文字だけのやつ並んでたら怖いっすよ確かにな、顔出しますかってやっと顔出した動画をやっとついからアップしてるっていうはい、すごいですね。毎日1本大変じゃないですか。いや意外と、私がね動画の編集やってアップしてるんだけど、30秒ぐらいの動画だから10分ぐらいで編集はできるんですよ。だから意外と難しいというか大変ではないですよ。楽しくやってます。だからね今日もちょっと会いながらどんなのやろうかなと思ってるんだけど、せっかく沖縄の人と鹿児島の人がいるから、なんかそういう動画撮りたいな。確かにね、鹿児島の方言もなかなかだね。そうすごい。多分先週もこの TikTok やってますよっていうことを言ったんだけど、うん、その後に多分何人かね、うん、登録してくれてるのよ。あら、登録してくれてるのよ。聞いてる皆さんが、聞いてる皆さんが、ありがとう、ありがとうございます。それで結構コメントとかも書いてくれてるから、嬉しい。あ、沖縄の方、ラジオを聞いてる方もおそらく見てるから、うん、それだったら沖縄のこととか、鹿児島の人と喋ってみたらこんな感じとかもね。いいね。あ、ラジオトークの方待ってます。忘れてた。今日あげようか。そうですね。今日あげますラジオトーク。しばらくや、そうラジオトークってアプリやってたんだけど。わしとうたん。テンパっててわしとうたん。もう TikTok の方に行き過ぎたね。でさ、わからんけどさ、バッペイさ、そうラジオトークさ、アカウントの引き継ぎができていないかもしれない。あ、スマホ変えて。あ、じゃあもうこれはもう TikTok に専念しろというお告げでしょうか。なんかしら方法はあるかと思うんだけど、どんなやってやるんだろう。やばく教えてください皆さん。おそらさん、新企画、ことわざの意味をアドリブで考える。にことわざのタイトル言って、これはどういう意味でしょうっていうのもありなのかなって、でも思う。だからことわざあんま分かんないでしょ。分かんないね。分かるのもあるけど、分からんのもある。全然多分分からんもんの方が多いかも。例えば豚に真珠とかは？豚に真珠？なんか豚ってね、なんかちょっと、なんかあんまりいいイメージがないみたいなところがある。ちょっとかわいそうだけど、ちょっと汚いみたいな。悪口に使われることが多い。そうだけど豚にも輝かせろみたいな、なんか意味。全然違う。豚も着飾って、そう、豚もスターになれるんだぞっていうことわざ。それをなんか人に表してる。なんか豚、ちょっと失礼だね。あれみたいなこと、よく海外のドラマでめっちゃいじめられてることがドレスアップしたら、そうみんなが見直すみたいな意味。違う。豚に真珠は全く逆のことですね。そうなんだ。真珠の価値わからんやつに真珠与えても見ないだろみたいな。そっち一応二択の中であったんだ。あったよ。なんか豚に真珠はもったいないみたいな。まあ価値わからんやつみたいなね。なるほどね。見ねえよみたいな。ズミさんありがとうございます。 TikTok からおすすめに出てきたのでフォローしました。ありがとうございます。なんかね、どういう仕組みか全くわからないんだけど、TikTok おすすめっていうのに出てくるらしいわけ。何の条件を満たしてるからおすすめに出てるのかわかんねえんだけど、すごい。デジアホのすごい、アホの子のすごいな。企画募集しましょう。いいね。こうやってみんな募集したい。何が見たいかな。なんかやってほしいとか、今のところマングースさんがちょっと何をさせたらいいかわからない状態ですので、ちょっともしよければアドバイスいただければ。マングースさん、そうなんだよな。せっかく4人いるから4人の顔を出したいなっていうことでいろいろ考えてはいるんだけど、一応今今日撮ろうかなって思ってんのが、チョメさんが県外、鹿児島の方で今沖縄在住。チョメさんが沖縄に住んでびっくりしたこととかあったら、それ教えてくださいって。いいね。動画にまとめようかなって。いいですね。私たちはもう普通すぎておかしいと思ってないから気づけないんですよ。そうだからこの県外の方から見て沖縄ってそういうところおかしいよって言われたらはっと気づくみたいな。それを動画にまとめようかなって思って。そうだね。だって沖縄の人もね、行くを来るとか言うしね。それもなんか違うらしいね。違うらしい。標準語はトイレ行ってこうねとかさ、僕も行くのみたいな、誘われてるように聞こえるとかさ、そういうのもだからよ思ってよ。だからよって言ったらなんかだからよなんとかなんとかみたいな感じで続きそうらしくて、だからよって言ったらで待ってるって、みんななんか言うのかなって。これちょっとメモっといていい？メモっといて。私あまりにもこの普通にだからよって使ってるから、普通だと思ってたのよ。すずの妹と弟は県外に行った経験があるから、はいはい、だからよって言ったら、うん、みんなでみたいな、え、何何次はみたいになるらしい。相槌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 なるらしい。あとあれもって言ってたよ、なんかさ、うん、どんどん出てくるな。そう、妹がさ、うん、あの体育系の学校行ってて、うんうん、体育の授業の時にさ、なんかバドミントンやって、うん、なんかちょっとミスった時に「あげ!」とかって言ってたらしいの、はいはいはい、そしたらなんか「えっあげ?」みたいな「あげーの方?」みたいな、なんかテンションが上がってる「あげ?」みたいな「あげか」あげはそっか、そうミスったみたいなことだもんね。らしいよ。なんかテンション上がったのって言われたらしいよ。全然違う、全然違うよ逆逆逆逆だよ。うん、アイヤー、アイヤーもか、あげーの方が使うんじゃない、アイヤーよりはね。アイヤーも結構すず使うんだよな。アイヤーもさ、アイヤーなんだ、人の話聞いてて、うんうん、スーズが例えばなんかスーズの彼氏振られ、彼氏が浮気してるよみたいな相談した時に「あいやあいさ」とか言うね。あっさみたいな感じじゃない、とっさに出るっていうよりは。そうだね、マジかみたいな、なんかしみじみくる感じよね。あいやあいやあっさびよ「何々しましょうね」もか、やっぱそうか、何々しましょうね。県外で行こうね、行きましょうね、違う意味に取られます。私も体験しました。へえ、そっか、一緒にやるってこと、どういうことみたいなテンション。トイレ行きましょうね、そう、正解が分からん、正解が分かんないの。なんか違うっていうのは聞いたことあるけど、どういうふうに聞こえるのかが分からん。みんながそう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 、県外の人が聞くと。だからさね、確かに行っちゃう、うん、来るよねとかめっちゃ行っちゃう、来るよね、後で行くよねとか、後で来るよとか。誰もか、トイレ行ってこうねもう言う。ひざまずきも伝わんか。あ、そうなんだ。ひざまずきはお山座り、正座。あ、正座、うん、正座でしょ。確かにひざまずきしてって言ったらだから伝わらないんじゃない。そうか、ひざまずきとはひざまんちゅうって言うもんね。ひざまんちゅうってなんだっけ。ひざまずき、あはそれからアハもだ、もう一回だ、怖い怖い、こんねって言ったらもう気になるね。自分の喋り方めっちゃ使ってたね。アハアハアハってどういう意味。でもアハは英語から来てるって聞いてよ。アハアハのやつが沖縄なまりみたいになってアハになったって聞いたことがある。かっこいいな、かっこいい由来。胸張っていいよ今度から。そうだよ、アハ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 とか言うよね。これは納得の意味。納得、うん、なるほどとかみたいなことか。うんうんうん。アハアハ。わあ、では今多分県外の方さ聞いてくれてるかと思うんだけど、今までもあったんだろうね。こいつらはどういう意味でこれ使ってるのかなみたいな。わあ、標準語だ、標準語を喋れる風じして全然だな。だからよ。だって私那覇でさえ言われるよ。あ、そうなの。チューブなまりやばいよって。言われる、すぐチューブでしょって言われる。言われる言われる。ね。チューブなまりってあるんだって思って。ねえ。なんだろう。今日チューブなまり強いねとかさ。今日？今日って何みたいな。今日いつも違うんだ。そういえば確かにこのラジオ局来る前に友達と会ったなみたいな。地元の友達と会って。なるほどね。ちょっとチューブ感強くなってきたんだよね。来るよはカミング、カミングからの由来。へえ。ね、チンゲルって方言かなって。チンゲルは方言？チンゲルは方言だよ。チンムルじゃない？チンムル。チンムルか。あ、チンゲル。どうだろう。チンムルはあれ？方言か？チンムル。チンムル。チンムル。チンムルって出てくるのかな？チンムル、チンゲル？チンムル。ああ。やっぱ方言だよ。あ、そうなんだ。だって標準語だったらつねる。ああ、つねる。あんたチンギローね。あんたチンギローね。なんでよ。あんたチンギローねがわからないのか。ああ、チンギローね。なんならちょっと下ネタぐらいに聞こえん。チンがね。チンがちょっとね。あ、チンチン切られんのかなみたいな。あ確かに。ああ、そっか、つねるとかも。寒風とかもそうじゃん。ああ、寒風もだね。寒風、チングル、いや、いっぱいあんな。沖縄って変なんだな。変なんだね。原型ないもんな。確かに。何も原型ない。全く原型ないもんな。だけどさ、もっと上を行ったらさ、宮古とかもすごいよね。ああ、もう全然わからんよ。うちなんちゅうでもわからんもん。全然だから沖縄本島でもそうさ、うん、南部北部中部で違うさ、それぞれ。何北部も何だった？ヒージャーのことピージャーとか言うし、だから名護とかもすごいよね。全然違うさ。イルカもなんかあってよね、なんだっけ。あ、イルカなんだったっけ。イルカあるな。うん、食べてたんでしょ。食べてた、北部は。うん、待って、イルカ気になる。イルカ。伊佐名護支部さんがよく言ってた。なんだったかな。イルカって言ってた気がする。なんだったかな。なんだった。ヒートゥーだ。ヒートゥーだ。だる、ヒートゥー。ヒートゥーね。ヒートゥーもさ。ね。どっから。だからよ。どっから来たの。イルカ、何もない。ヒト何もない、わからんよ。めちゃくちゃもう本当に伝わらんと思うんだけど、うん、あれやりたいわけ。沖縄本島、うん、中部北部南部別の女やりたいわけ。あ、いいね。いいね。でも名護のなんか女の人の喋り方なんか可愛い。ああ、いたんだよね前。ゆっくり喋るよね。うん。だからさみたいな。あとめっちゃなんかなまってる。すずたちもかもだけど、私たちもだよ。うん。全然私たちもなんだけど、名護なまりはやっぱりある。うん、なんか可愛い。あ、待ってメルボルンリーダーさんめちゃくちゃこれそうなんだ、不思議なんだ。何？紙パックの大きいお茶持ち歩いてる学生さんが多いのびっくりしました。そうなんだ。そうなの？学生あるあるだよね。みんな飲むよね。ティーとかゴゴティー、うん、あ、ゴゴティーじゃない、キリノコ茶のミルクティー、リプトンリプトンとかルイボス茶とかパックのね、内地県外の学生はそうじゃないのかな。なんかスタイリッシュなの、ペットボトル持ってんのね。え、どうなんだろう。うちなんちゅうの学生はわかんない。酒なんかの時はそうだったんだけど、金ないけど喉乾くから100円でいかにでっかい紙のペットボトル、あ、紙のパック買えるかみたいなところあったわけ。そうそうそう。例えばリプトンもそうなんだけど、リプトンよりも安いレモン水とか。ああ、はい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 。レモン水っていうのがあるんだけど。あるね、夏。あれを大きいの買って、ストローさして、コンビニのレジ袋に包んで飲むみたいなさ。やってた。やってた。夏。これは不思議なことなんですって。そうなんだ。だっておそらさんもさ、本土では全然見なかったです、私も。へえ。へえ。マジ？じゃあ、あれも？先週も言ったけどさ、ヤンキーであればあるほどミルクティー好きみたいな。これですか？どうなんだろう。県外のヤンキーは何を飲んでるんですか？ねえ。何飲むの？はずいな、なんかはずいな。なんかはずい。わかりやすいね。自分なんかが普通だと思ってんのはずいな。全然普通じゃないのにね。常識人みたいな顔してたわ。だからよ。あ、でもいいな。いいネタ。ちょっと皆さんのこの発言を音にですね。ね。いろいろ作れそう。うん。揚げはちょっとやりたいな。揚げ。ね。揚げ。なんかさ、TikTok に沖縄なまりのキャンさんっていう方がいるんだけど、めちゃくちゃ有名な TikToker。沖縄、もともと沖縄の人だけで今東京で活動されてる人だけどさ、なんかこの人も。なんか方言めちゃくちゃ喋るわけ、ジュン選手みたいな、なんかヌーだけで会話するみたいな、そういうのちょっとやりたい。ああ、いいね。今のところさ、男の人しかいないわけさ、こういう面白系の沖縄方言は。そこの女バージョン狙ったらいけないかなって。ああ、いいね。じゃあさっきなんかにもなんかもうプライドとか恥ずかしさとかないさ。確かにね。別に可愛い路線でやっていこうとも思ってないし、もうだいぶ前からないからね、プライドはね。そうそうそう、超ロン毛のヤンキー風のキャンさん。そうそう、その人ロン毛なんだ。めちゃくちゃロン毛、腰まである。ええ、あれユージさんやん。襟足からし長いよ。襟足の襟足だけが腰まであるわけ。そうそうそう、すごい有名よ。あと今ね TikTok デリバさんとかめっちゃすごいからね。あ、そうなんだ。デリバさん今あれよ、昨日か一昨日はモノマネ芸人の堀さんとコラボしてたし、その前は DJ 社長とかとコラボしてるから。だからね、 TikTok 制したらもしかしたらすごいね。あとは私たちがどんだけうまいことやっていくかだよね。確かに。すごい。デリバさんと昔ラジオやってたもんね、さっきね。そうなんですよ。ダサい威張り方だね。あの人と昔ラジオやってたっていうダサい威張り方。いやーすごい。そうなんだ。あ、内地にいるの？あ、どうなんだろう。あんまり。でもどうなんだろう。最近は木山商店さんの PV 撮影やってたみたいだけど。そうなんだ。帰ってきたのかいるのかちょっとわかんないな。すごいね。うん。だから今沖縄方言の女面白い枠あんまりないんかなって思うから、今だじゃあ今だ。ただだから何がおかしいかがわからんから皆さんにね言ってほしい。変だよ一応言っとくけど。すごい言ってほしい。普通みたいな感じで喋ってるこれ変だからね。そんな指さされて言うこと。新企画、ユーリキヤーさんと泉ヤユイさんと川道先生の朝まで方言テレビやる。わあ、こういうこういういいな。誰も何言ってるかわからんはずね。だから朝まで持つかね。泉ヤユイさんは確実に朝まで喋ってると思うけど。昔さ、みんな覚えてるかな？ココリコミラクルタイプっていうさ、番組を見てます。ココリコさんとあと女優の方とかも何人かいらっしゃってさ、そのココリコミラクルタイプの中でやってたさ方言バトルみたいなコントあったのかな。わかんない、覚えてない。女の人女優さんが何人か集まってから、例えば設定がキャバクラだとしたら、キャバ嬢普通にキャバ嬢喋ってたのにヒートアップしたらそれぞれの地方の訛りが出てくる。面白そう。めちゃくちゃ面白いわけ。今そういうのやってでもいいんかな。ああ確かにね。ヒートアップした沖縄の人たち。あ、いいね。あったって覚えてる方やっぱいらっしゃる。すご。結構ねやってましたよねこれ頻繁に。あ、そうなんだ。覚えてない。でもだいぶ下げなんか小学生ぐらいの時だから。だからね。10年以上前か。だからいける。あと多分、県外の人って沖縄ってこうなんだってちょっと誤解してるところもあると思うわけ。あるかも。ちゃんと現実を教えてあげたいです。沖縄の女の人はまったり喋ってて可愛いよねっていうことも思われてると思うわけ。なんとかさあ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 して、ああはいはいはい、さあ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 してる、さあ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 してるんだろうなって思うさ。そんなことないからね。全然よ。もうなんならさっき気強いやつの方が多いんじゃないかなって思う。と思う。もうアビアビしてる人しかいないよ。だからこんなって言ったらあれだけど人にもよるけどさ、沖縄の男ってあんまり働かんわけよ。そうだ。だからおのずと女が強くなっていくみたいなことがあると思うわけ。なるほどね。だからそこもパシッと突き出してあげたい。でもなんか我が強い女の人多いイメージかも。多いな。意外と。アメリカ人が好きな女の人とかも我が強いよな。アメジョね。アメジョと言います。いやリピートアフターミーみたいな。アメジョじゃない。やりたいね。ね。だからその辺なんだろう、ついてったらね、もしかしたらファンの人も増えるのかなって思うしね。そうね。あ、そうだ CM 行ってないですね。はいはい。ガレッジセールさんの影響でセミ食べるの音聞かれます、本土の方に。じゃあそういうとこよね。いや確かに食べてた人もいるよ。昔ね、昔おやつでね、セミ炙ってよ、シーチキンみたいな味するっつって食べてた方もまあいらっしゃいますよ。ただ今沖縄の人がさ気軽にセミ食べてるかってそうじゃないじゃん。やっぱ昔のイメージのままずっと変わらないっていうのはあるかもしれないね。でもあれと一緒よ。だって普通に意外とインド人とかも全然スプーン使うって聞いたもん。手で食わんしみたいな。そう意外とらしいよ。昔のイメージのまんま固まってるからね。イメージってすごいね。すごいね。ベンビーさんぐらい今は。大宮源太郎は食べます。そうだね。ベンビーさんは食べない。アメジョも我が強いわ。アメジョは我がっていうか辛抱強いイメージある。辛抱強いイメージ。あとなんかいろんな経験してるイメージがある。貫禄があるっていうの。そうだな。若くてもね。なんか自分はこう思うからこうでいいじゃんみたいな感じ。ああ確かに確かに、うん、芯がしっかりしてるっていうイメージかな。うんそうだね。うんそんな感じです、うん、一旦 CM いきましょう。うわあと5分しかないじゃん。ごめんごめんCM ですベンビーとセレガ亀太郎のウチナーグチ NOW。 さあ本日ご紹介する言葉はこちら、ニブヤ。ニブヤ、はい出ましたニーブヤでございますが、ニーブイというですね眠気という意味の内な口がありまして、これに ER をつけてニーブヤ、しょっちゅう寝てる人とかいう意味がございます。さあそれでは早速こちら使い方見てみましょう。ニーブヤドラクエ編。よーし体力も満タンになったし出かけるぞ勇者亀太郎。あ分かった。あいきなり敵だ。よーしまずは相手を眠らせる呪文ラリホーだ。ラリホーくっしょー全然眠らねえ。今日のためにたっぷり睡眠とったるなこいつ。わしかもラリホーを唱えやがった。おいおい亀太郎起きれよ。おいいや宿屋から出たばっかりだよ、起きれ。あと5分。ニーボヤーや島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に島マース本舗株式会社青い海。やってます月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキとサーキとすずです。はいもう週明けと同時にエンディングが流れるっていうラジオ番組もなかなかないと思うんですけどまもなく終わりますね。あっという間ですね。でコメントで柴井たらこさんから、うん、子供の頃沖縄県民かっこ男性は全員空手道場通ってると思ってたし、うん、ハブを手づかみできるとも思っていたどんなイメージ。でもそういうイメージやっぱあんだよねえ。いや、全然ハブ無理な人もいっぱいいるもんね。無理だよ、ハブなんて手だから危ないよ。ちゃんとしたのね、なんかあるんだったらいいけどさ、まだ。いやあれもなのかな、沖縄県民は全員ハブ酒家にあるとかも思われてるから、それだったらね。とかお酒強いとか思われてそう。ああ沖縄の人みんなそうだね、うん、みんながみんなそうじゃないからな。うん、毎日狂ったように青森飲んでるとか思われてんのねあと意外と沖縄の人時間守らないみたいなの浸透してる際、守る人も多いから。あ全然いるからね、言うたら私も割と守るタイプ。さっきはめちゃめちゃねオンタイムだよね。オンタイムなんならちょっと早いぐらい、せっかちだから。すごいそういったこともやるんでね。ね。いや楽しくなってきますよ。うん。いやいっぱいあったね。びっくりしたはず。だから恥ずかしい。おじい全員三振弾けるとも思ってた。あそっか。沖縄の全員三振できるとも思われてんのかな。ああ。全くだけどね。全然よね。全く弾ける人もいるし、もちろん弾けない人もいるし。ガレッジセールさんの影響強いですよマジで。ああでもあるかもね。でもみんな一応三振はできないけどエイサーは全員モレな方取れるよね。エイサーいけるでしょ。エイサー義務教育で入ってるから。確かにね。小学校の時全員やるから。カチャーシーとかも全員絶対できるね。これね。これはできるね。そうだね。でも指笛はねできない人も全然いる。まあ毎日更新してますんでぜひよろしくお願いします。はい、では鈴川サーキとサーキとすずでした。また来週の月曜日、バイバイ。バイバイ。チョイピース。